若手選手の登竜門 V サマーリーグ。予選リーグをトップで通過した岡山シーガルズは準決勝に挑みます。昨日の準決勝、 V1 女子の岡山シーガルズは今月28日から中国で開催されるワールドユニバーシティゲームズの日本代表選手らで構成された特別チームと対戦しました。第1セット、シーガルズは3年目中本のレフトからの攻撃や、日の鳥ジャパンに初選出された才木の鋭いスパイクなどで互角の戦いを繰り広げます。しかし中盤からはユニバ日本代表のセッター中川の巧みなトスさばきに翻弄され、25対21でこのセットを落とします。第2セットはレフトに17番軌道を投入するなど巻き返しを図りますが、最後まで相手の流れを止められなかったシーガルズ。セットカウント2対0で敗れ、3位で大会を終えました。若手のそういうフレッシュさっていうのを出さないとこう勝っていけないというふうに思っているので、自分のできること、苦手なことに挑戦していきたいと思います。一方、V3 女子の倉敷アブレイズは V1 の東レに勝利するなど健闘したものの、13位で初めてのサマーリーグを終えました。